翔平ほどのスーパースターはいないよ。ワールドシリーズの MVP を獲得したドジャースのフリーマン選手。彼が米メディアで今季からチームメイトとなった大谷翔平選手のことを語った。シーズン中は先頭打者を大谷が務め、直後の2番はベッツ、そして3番はフリーマンの定位置だった。ムーキーと僕はよく笑っていたよ。例えば、8回や9回に翔平がその日の最後の打席を迎えたとしよう。1万5000人の人が席を立って球場を後にするんだ。翔平が終わったからって。ムーキーと僕が控えているけど、彼らは僕らのことなんて全く興味がないんだなって。もちろん、悲願でいるわけではない。翔平は本当にグローバルなスーパースターで、どの街に行ってもみんな彼のことを見たいんだ。本当にすごいと思うよ。報道で周知のことだけど、実際にフリーマンの口から語られるとやはり面白い。いつもフリーマンは涙が出るほど素晴らしい人だと思う。徹底的に大谷の味方で、心底大谷を好きな感じがする。大谷さんから MLB に興味を持った人たちは、最初はベッツやフリーマンよりも大谷選手を見ていたでしょうね。でもね、今年1年通して見ていたら、MVP トリオって夢のようなスーパースター揃いなんだって気づいたと思う。こんなにすごい人が後ろに控えていたら、大谷と勝負するしかないからね。WS でのベッツやフリーマンの活躍は、その1万5000人の意識を確実に変えたと思います。たとえ大谷が打てなくても、ドジャースには素晴らしい打者がすぐ後ろに控えていることをわかりやすく証明してくれましたから。スーパースターのフリーマンに畏敬の念を持たれるスーパースター大谷。8月のオールスター球宴では集まったスーパースターたちがみんな、目を輝かせた少年のような表情で大谷に握手求めに来た夏を思い出す。以上、ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは大谷選手の情報を中心にお届けしています。また、次の動画でお会いしましょう。